愛ちゃん、柳さんがお見えになりましたよ。ご挨拶して。すいません柳さん、愛ちゃんはちょっと内気なところはありまして。心配なさらんでください。うちは底抜けに明るい家庭ですから、きっと愛ちゃんもすぐに慣れると思いますよ。愛ちゃん、うちの家族はみんな優しいから安心して一緒に暮らしましょうね。はい、お世話になります。今日から住む新しい家さん。あおー、こんにちは。くるくる新しい酒のか。あー、なんて可愛い子なんだ。よかったな。二人ともちょっと興奮しすぎだぞ。あいちゃん、こっちが俺の親父で、こっちが俺の兄か。よろしく。よろしくお願いします。あいちゃん、うちの家族はみんな想像しいけど、いい人たちだから安心してね。皆さん、いい人そうで安心しました。里子になって一週間が経った頃、この家族の本当の姿が見えてきました。優しいと思っていた新しい家族のみんなは鬼のような人たちだったのです。朝は4時に起きて家中の掃除をして朝食の準備、学校から帰ると夕食の準備とおじいさまの介護、まるでメイドのようにこき使われる毎日なのです。そして一番嫌なのは、とても口では言えません。おいおい、掃除ははかどってるのか。おじさま、おはようございます。この水拭きが終われば掃除は終わりです。そうか。まずいな。すみません。すいませんじゃないんだよ。俺朝に美味しい味噌汁。愛ちゃん、柳さんがお見えになりましたよ。ご挨拶して。すいません柳さん、愛ちゃんはちょっと内気なところはありまして。心配なさらんでください。うちは底抜けに明るい家庭ですから、きっと愛ちゃんもすぐに慣れると思いますよ。愛ちゃん、うちの家族はみんな優しいから安心して一緒に暮らしましょうね。はい、お世話になります。今日から住む新しい家さん。あおー、こんにちは。くるくる新しい酒のか。あー、なんて可愛い子なんだ。よかったな。二人ともちょっと興奮しすぎだぞ。あいちゃん、こっちが俺の親父で、こっちが俺の兄か。よろしく。よろしくお願いします。あいちゃん、うちの家族はみんな想像しいけど、いい人たちだから安心してね。皆さん、いい人そうで安心しました。里子になって一週間が経った頃、この家族の本当の姿が見えてきました。優しいと思っていた新しい家族のみんなは鬼のような人たちだったのです。朝は4時に起きて家中の掃除をして朝食の準備、学校から帰ると夕食の準備とおじいさまの介護、まるでメイドのようにこき使われる毎日。